はい、ご承知いただきありがとうございます。信長予防申請ですね。はい、続きやっていきたいなと思います。貴殿にわしを扱えますか。多分色的に多分伊達さん潰せれないと思うんで、内政強化ですね。やり遂げてみせましょう。城が強すぎるんだよね、もう基本的に。申し上げたきことが。良き案がありますぞ。お任せください。この辺とか作ってるもんね。悪い噂なさそう。申し上げたきことが必ず成し遂げます。あとはあれかな、ここら辺のところに頼んでどっか攻めてもらうか。そうだね、攻め込んでもらおう、どっか。で、飛び地の後ろでももらおうか。よろしいでしょう。ねえを結ぶとしようぞ。健全だね。謹んで受けたまわります。あと8ヶ月。大名で行こうか。これは力を尽くしましょうぞ。宦官の至りにござる。城下町で生きない。こんなのいらないな。これもこんなのいらないな。これだったら兵糧半分、行軍中半分の方がいいよね。絶対ここを使うがない、こう2つはね。半分にしてもいいんだけどね、兵糧ね。ちょっとあと4回です。
なんか投与が効いていただけますかな。筋肉が1で足んない。交渉。ここの後ろもらおうか。依存なし。よし、投与できるじゃん。聞いていただけますかな。で、軍開発いけるでしょう。まあ言ってくれるでしょう、多分。足技は注意しよう。貴殿にお使いします。足技対象だったら遅行で上げちゃおうか。お任せください。大きな足技対象にはちょっと上げちゃおう。全部感謝いたす。ありがたき幸せ。恩に来ます。侍大将あげちゃおうか。かたじけなし。だから6000いくつだったら倒せるでしょ。承知いたしました。要案があります。破壊しとこうか。とりあえず嫌がらせのごとくね、破壊だね。おお、津軽さんは美味しいね。だから津軽さんになんかあげたいね。大官これ死ぬんじゃない。もうそろそろ半分、能力半分になってるもんね。津軽さんにあげよう。恩に来ます。取引なんか、あ、ブイユンこれでいいじゃん。懲罰で久永さんの家宝をあげよう。ありがたき幸せ。うん、今日こんな感じで進めて、あれか、軍開発すればいいか。軍から釣るところもないね、もうね。ないね。じゃあ、城下町。
必ずや全うします。やっても大して増えないんだよねこれね、200とかしかね。結局さ、こっち側さ、もうさ1万とかさ、あれでしょう、7000とか4000とか。ほんとこれ初級モードなのかね。こんなんじゃ勝てないじゃんね、どう考えたって。うちらの兵力とかを見つつ、敵語の兵力を合わせてくれなきゃ。うん、どう考えても勝てる気ないんだよね。弁解もございません。赤いの件失敗しました。あ、死んだね、やった。あ、しかも今少しよろしいか。聞いてくだされ、お任せあれ。悪いわ、長そう。使えるとするか。上申いたします。どっかが2回だったぞ。あ、ここのあと1回です。3月になったらすぐに。残り29日、同等年長で。うん。ちょっとあれが足んなかったからね、なかなかね。そしたら。任されましたぞ。なんかさ、すごく、いや、焼き打ち喜ばしいですな。お、元気できるかな。妙案がございます。焼き打ち、考えがあります。焼き打ちにはあれは足んないね。焼き打ちってあんまでも効果ないんだよね。さあ、行くぞ。腕が鳴るわい。ああ、なんか援軍貸してくれ。折り合いがついた。はい、出陣いたします。どうせすぐにうちらも攻めれないし。お耳に入れたきことが。筋肉が足んないね。焼き打ちもしたいし、紅葉もしたいし。よし、筋肉足りる。引き入れくだされ。野球じゃなくなってる。貴殿を引き抜けた。主と仰ぎましょう。あ、攻め込まれてんのか。よろしいですか。要案があります。上申いたします。これと後ろもらえてないの。もらえないの。落とせなかったのこれ。うん、そしたら武田さんから同盟。命を結ぶとしようぞ。できなかったのか。なんで取れなかったんだこれ。依存なし。もう一発いっとこい。
わかり申した。あとあれだね、あのあれを やんなきゃダメだね、登場で。ありがたく存じる。あの偵察取っとかなきゃダメだね、多分勝てないね。温泉当たんないし。心得ましたぞ。頂上です。この城を攻め落とすぞ。弾けない。ああ、さっきヒョールが終わったのか、多分今回落とせそうだよね、取れそうだよね。で武将7人来るんで、お聞きいただきたい。素晴らしい。悪いよ、そんな話。まあ武将弱いけど。お任せを。これで来てくれるんだったら嬉しいしね。やっぱりどんどん武将を削ぎ落として、うん。お詫び申し上げます。よこ、お聞きいただきたし、ご加盟とあらば。お任せください。必ずや全うします。次に雲なくなっちゃったからね、詰めとこう。あ、金山いいんじゃないの。金山早く欲しいもん。貴殿にはしようはすれません。してくれた、ありがたい。兵どもよ、陣を構えよ。よし、承知いたした。また取れなかったのこいつら。なんで取れないのこれ。おかしいな。愚心があります。ちょっと武田に頼もうか。7ヶ月話はついた。進めよ。お聞きいただきたし。あれがないか。火に行かないか。
色の手やると思って金がないね。あ、もうまたなんか金がちょっと金がいっぱい。1万4000出してくれる。こっち行ってみようか。依存なし。で、金さんやろうか。承知しましたぞ。心得ました。いや、金さんがいっぱいあれば、ね、愚心があります。考えがあります。お金どんどん増えるでしょ。それは少々。500ぐらい増えてる。1回の1個で。なんか金掘り、なんか制作で金掘りが。ああ、工場への反撃ダメージが。おお、そういうことか。うん。どうしようかな。これもらっとこうか。金山町。寺は？あ、方位か。あ、強行した時のダメージが 10% 減りますよってことか。欲しいけどな。楽市、こっちの方が欲しいよね、多分。よろしい。これやついないね。これはいるのか。まだいらないかな。ヒードもよ。あ、こういうのを構えよ。こういうしよう。遂行いたします。我が部、これにあり。今少しよろしいか。同盟中止。名優ぞ。これも同盟長できそうだね。え、どうなのこっちは。こっちはどうなの。取れそうなの。引くことになるとはの。野戦となる。陣を構えよ。使えるとするか。城を攻めようとしました。あ、もらえた。うん。よかった。うん。え、姉が工事。うん。敵将、取り押さえたり。姉が工事さん。2、3、4、5、6、7人ね。こういう。我が主のため、力を尽くす。うん。恩に来ます。いいでしょう。お城取れましたね。うん。そしたら任命でね。
柿崎さん。ちょっと年寄りだけど、こいつを置いとこうか。感謝いたす。で、この辺のやつ置いとこう。感謝いたす。あ、しがれ大将置いとこう。ありがたき幸せ。侍大将置いとこうか。置いとこう。ありがたき幸せ。で、両親渡して戻って。で、これを入れる。防衛だね。朝廷と親善深めてる最中はできませんか。ちょっとあれか、これあれだね、軍団だね。軍団新設。心得ましたぞ。うん、軍団編成で方針もう全て判断に任せる。お前の判断に任せる。うん、判断に任せよう。そしたら緊急修理昇進いたします。外交で朝廷が売ってる屋さんいなくなったってことだよね。じゃあ小林さんに行かせて。小林さんに行かせようか。2時間ぐらいかかるけど。心得申した。心得申す。ちょっと内省できないけど。いいでしょ、これで。うん。ちょっと、取ってくんないのかな？取れないね。いやもう目標攻略したの無理に決まってんじゃん。 2個取れるはずないじゃん、そんな短期間に。喜ばしいですな。野球打ちしようか。いかがですかな。喜んでかかりましょうぞ。城下町。お任せを。あとはもう城下町自分家でやってるやつが取るんだよね。問題ないね。片付けない。片付けない。うん、そしたらあれだね、とりあえず今回は1個取れたからこのぐらいでねいいかなってところだね。まあ、次は次ね、またね考えましょう。じゃあ、あともうちょっと強い武将を取るかなんとかしないと、ここはちょっと攻略できないんで、自分ら城が1234
5、6個しかないんで、それでこれがちょっときついなと、10、11、12、3、4、5、6、7、8、9、10、11個あるお城に対して攻め込むのはきついなっていうとこですね。あ、まあとりあえず、なんとかちょっと考えてやっていきたいなと思います。ということでね、ご視聴いただきありがとうございました。